横断注意実況プレイ始めていきたいと思います。続きからやっていこう。もう戻れないんだもんね、ここ多分。よし、行こう。二人パート。開始早々セーブしよう。あ、なんかボタンあるな。あ、道がいくつかに分かれてますね。ここに繋がってたのか。あ、知ってんの？この道来たことが。正面の道から来て。左の方へ進みました。左へ行った先も分かれ道になっていて、もう片方の道を調べてみたいと思っていました。じゃあ、左右のどちらかに進みましょうか。じゃあ、まずこのボタンを押すよね。このスイッチは壁の場所を切り替える、つまり行き止まりと通行可能な道を切り替えるスイッチです。前に押したとき、背後に壁ができて戻れなくなってしまったので、反対側の道を先に調べましょう。あ、そうなんだ。そういうのもあるんだ。背後に道ができて戻れなくなった。最悪だな。そっちの道は行ったことがあります。ああ、そうなんだ。いい、私も見たいけど。うわぁ、え、同じ制服なんだけど。この遺体。緑のジャケットに赤いスカート、朝日さんの制服に似てる。まさか朝日さんの友達？それはないと思います。俺はだいぶ前にもこの辺りを通ったことがあって、その時もこの遺体はありました。朝日さんがこの世界に連れてこられたのは最近なんですよね。はい。三人は最初どんな風に出会ったんですか？知り合いじゃないんですよね。そうですね。私が目覚めたのは4、5時間前で、目覚めてすぐアリサさんという女性と出会いました。彼女は目覚めたばかりで、状況を把握しておらず死んでしまいましたけど。その後しばらくして朝日さんとゆうやさんに会ったんです。ゆうやさんはアリサさんと一緒にこの空間に連れてこられていて、朝日さんも友達と一緒だったみたいですが、はぐれてしまったと。なるほど。朝日さんとその友達はここに来たばかりなら、やっぱり。この遺体は朝日さんの友人じゃないです。この遺体はだいぶ前からここにあります。それに似ていますが、制服が少し違います。スカートにチェック模様が入っていて、黒靴下。これは桜沖宮高校の制服でさ、知ってんだ。お姉ちゃんとかなのかな、お前。朝日さんが着ているのも桜沖宮高校の制服ですよ。数年前にスカートと靴下が変更になったと聞きました。その人が着ているのは昔のデザインでは。え、そうでしたっけ？俺がよく見ていたのはこっちの制服でしたけど。ま、高校生の制服なんであまり気にする機会ありませんよね。細かい変化なら特に。あー、なんかやっぱ時系列違うのかな、二人とも。朝日さんの話で思い出したんですが、あの時なんで朝日さんにあんなこと言ったんですか？あんなことって、友人の無事を祈っている彼女に死んでいる可能性が高いなんて言ったことです。じゃあ、テル君は生きていると思っているんですか？いや、俺も正直厳しいと思います。今までたくさんここで死んでいた人たちを見てきたから。でもそうじゃなくて、たとえそう思っていたとしても、それを本人に言うかは別問題だ。ショックを与えると分かっていて、なんで言ったのかって聞いてる。そうですね。絶望を想像してほしかったからですかね、子は。は？気休めの希望をちらつかせ、彼女を奮い立たせることはできます。でも、たどり着いた結末がとても残酷なものだったら、ああ、やっぱ言葉選びはちょっと、なんか残酷だけど、夜月ちゃんは、みんなのことちゃんと考えてるのかな。現実と希望のギャップが大きいほど、彼女はダメージを受けます。残酷な可能性に慣れておいた方がいい。それじゃあ、朝日さんのために。そんなの、本人には伝わりませんよ。他の人にも。あんたが誤解されて終わりだ。でも俺には伝わってたけど。いいんですよ。それは誤解なんかじゃありません。その人にとってはそれが本当の私なんですから。なんだよ、それ。それじゃああんたが損するじゃん。そんなのなんか納得いかない。大丈夫ですよ。でもありがとう。テル君は優しいですね。あ、優しいのはあんただろ。イチャイチャしてるお前ら、もしや、今。え、テル君は面白いこと言いますね。笑うな。テル君違いますよ。自分のためなんです、全部。朝日さんのためなんかじゃない。自分が生き残るために彼女に足手まといになられては困る。ただそれだけです。同情してやって損した先行く。一人で行ったら危ないですよ。そっか。あら、やっぱり行き止まりだ。前に来た時もそうだったんですか？うん、スイッチを押すと切り替わっていけるようになると思うんだけど、俺たちが行くのは無理か。確認したいことは済みました。反対側の道を進みましょう。オッケー。いやでも、ヨズキちゃんはさ、ヨズキちゃんで自分のためって言ってるけど、その自分のためがみんなのためになってたらもうみんなのためだもん。ああ、行けなくなるってそういうことね。オッケーオッケー。よくわかった。さあ、どうするかな。下行くか。あ。
正面の道は前に行ったことがあります。あんたが気絶していた場所、そこに繋がっています。なので右の道を進みましょう。よく覚えてんな。どうして私が最初にいた場所がわかるんですか？え？やっぱ最初の声ってお前の声なんだ。私とテル君が出会ったのは違う場所のはずです。朝日さんたちと出会った経緯は話しましたが、場所までは話してないですよね。それは、話せないようなことですか？困りましたね。答えてくれないと私もテル君を信じられませんよ。じゃあどうすんの？ここで別れる。別に俺はそれでもいいけど。冗談ですよ。なんだこの沈黙怖。え？私が最初にいた場所がわかる理由はあなたが私に助言してくれた子供だからでしょ。横断歩道に気をつけろって。子供じゃない。前半部分は否定しないんですね。どうしてそう思うの？ここに来るまで他に子供を見かけませんでした。あなたは連れ立つのを嫌っていますから、気絶している私に助言だけして立ち去るのもうなずけます。どうして正直に教えてくれなかったんですか？言いたくなかったからです。なんで言いたくなかったんですか？そんなことどうでもいいだろ、しつこ！笑ってる。なんだなんだ？俺はあんたとその後会ったアリサって人を見捨てたから。見捨てた？気絶してるあんたを起こしてしっかりここの危険性について説明していればアリサさんって人は死ななかったし、あんたも危険な目に遭わずに済んだ。でも俺は他の人と関わるのが嫌でそれをしなかった。見捨てたのと同じ。いやーわかんねえ。それはわかんねえよ。だってテルがどんなさ状況でここにずっといるのかわかんないからさ、今まではそうやって助けてきた奴らがさ、助けてきてちょっとでも仲良くなった奴らが目の前でどんどん死んでったら、もう助けない方がいいのかもって思うかもしんないもんね。テル君は今まで一緒だった人はみんな死んでしまったって言ってましたよね。何人くらいの人とお別れしてきたんですか？数え切れない。はじめは俺の母親くらいの年の女の人が俺をかばって、その次は途中で出会った二人の人が横断歩道で、その後もみんなでここを抜け出そうって協力し合った人たちがみんなひどい死に方を泣いてる。いつも俺だけが。テル君、あ、ごめんなさい。辛いことを聞いてしまいました。たくさん怖い目にあって悲しい思いをしたんですね。テルの目から大粒の涙がこぼれる。大人びているが、彼も年相応の子供なのだ。テル君の助言で少なくとも私は助かりました。アリサさんが死んでしまったのは私の責任です。せっかくあなたが忠告してくれたのに。違う、俺がちゃんと。テル君は十分すぎるほど頑張っていますよ。自分の身を守ること、簡単なようでそれはとても難しいことですから。だからありがとうございます。私を助けてくれてここまでよく頑張りましたね。殺さねえよな。話せ。子供扱いするな。はい、すみません。めっちゃいい関係じゃん、お前ら。あんたはなんでそんなに冷静なんだ。え？俺は本当に長い間ここにいて少しは立ち回れるようになった。でも最初の頃は周りの大人の足を引っ張り泣き、叫び、怯え、ひどいありさまだった。なのにあんたはここに来たばかりなのに落ち着いているというか、いつも笑ってる。まるで？なんでもない。この状況を楽しんでるかのようだってこと？気になりますね。まあ一つ言えることがあるとすれば、人が殺されていくのを見るのは初めてじゃないってこと。え？おしゃべりをしすぎましたね。進むのは右の道でいいんですよね。あ、はい。では行きましょうか。怖っ。どういうこと？すごく怖いよ。あ、私、パートだ。では犯人とヨズキちゃんたちを探しに行きましょう。オッケー。じゃあ、お守りで、あー、ファイル、つかセーブデータ30までか。まあ、最初の方は、特に必要ないよね。お守りで、こいつを動かすか、じゃあ。あ、怯えてるのか。すごい、逃げていった。お守りがなくなった、自動で使われんのかい。そっか、自動か。まあでも、今のは使うってことだもんな、絶対に。めっちゃ長い道。あ、ヨズキちゃんたちが行った道だ。じゃあ、あっち側に制服の女の子がいるな。見ていいか、そんなの。あ、こっちが先行ってみるか。なんかやばそう。え、どっち行けばいいんだ、先に。え、これ絶対事件。あ、大丈夫です。この遺体はともちゃんじゃない。スカートと靴下が違います。確かに靴下白だ。君の制服によく似ているね。
うちの学校の制服は数年前にスカートと靴下が変更になっているんです。この遺体がつけているのは昔の制服です。そうか。まだ奥に行けるみたいだ、行ってみよう。はい。まあ行ってみるか。あのさっき壁開けたとこっぽいよね、なんか場所的に。あ、やっぱりそうなんだ。これは絶対取っておいた方がいいな。なんだろう。鍵を手に入れた。これは鍵？一体どこの？鍵がかかっている何かがあるってことだな。そこにここを出るヒントがあるかもしれない。希望が見えてきたな。希望？ゆうやさん？二人は希望ってあるか？どうしたんですか、急に。そりゃここから生きて出ることだ。そして妻と娘に会い。家に帰ってそうしたら家族とゆっくり旅行に行きたいな。こんなことになるまでは仕事仕事で旅行に行きたいなんてみじんも思わなかったが。とても素敵だと思います。朝日は？私もともちゃんを見つけて一緒にここを出ることです。もちろんゆうやさん、よずきちゃん、てるくん、幼いさんも一緒に。そうか。よずきは希望を持たないことが希望だって言ってたな。それはどういう意味なんでしょう。あの子はちょっと変わってるというか不思議な感じがするね。でもよずきちゃんはとてもいい子です。ああ、わかってるよ。そういう意味じゃない。でもどうして君はそんなことを。それは、ああそうか、もう癖になってるのかもしれません。人の希望を聞くのが。なんでなんで、どういう職業なのお前。そういうお仕事をしてるのですか。あ、やっぱそれ気になるよね。まあでもよくアリサさんに怒られたよ。俺はそういう人のために働く仕事は向いてないのかもな。そんなことありません。いや、いいんだ。悪いな。気を使わせるようなこと言って忘れてくれ。違います。フォローとかそんなつもりで言ってるんじゃありません。ここに来たばかりで右も左もわからない私をゆうやさんは助けてくれました。確かにね、あんなおとりにしてゆうやだけ生き延びることもできたもんね。幼いさんを助ける時だって私をかばってくれました。確かに。ゆうやさんは人を助けられる。すごい人です。だからそんな悲しいこと言わないでください。そうか、ありがとな。5分。その鍵の使える場所探しに行こうか。仕切ってる幼いが。あ、そうですね。行きましょう。やっぱ後から仲間になったやつがちょっと仕切り出すとちょっと嫌な気持ちになるわ。心が狭いようだけど。あ、上も行けんのか。てか、いろんな場所行け。これは戻れる。あ、上も行けるかじゃねえわ。ごめんなさい。すいません。俺は本当に頭が悪い。こっから来たのに何が上も行けるんだだよ。やべえやつだわ。まあここなんだろうな。なんか鍵、あそこ鍵開けるんだな。開けるんだな。コントロールで歩いて、まずは奥行こう。これはなんだろう。子供だ。首を切り裂かれ死んでいる。あ、これ子供だったのか。人形かと思った。うわぁ、こっちは行けない。ならこっち行くしかないな。鍵開くか。鍵がかかってる。鍵を使いますか。はい。ドアが開いた。あ、なんかまたあるな。ここは他の場所とは異質だな。そうか、蔵みたいなところだけど、もしかしたらここがあの赤い服の霊が言っていた場所かな。ともちゃんどこ？いるなら返事して。いやー、もうだって目の前にバキモンいたよ。あと監視カメラが左上についてるのはなんで？バカ、大声出すな。気をつけて調べるぞ。監視カメラついてるってどういうことなんだ。ここどんな空間なんだ。これ、さっき私たちが赤い服の幽霊さんからもらったお守りとそっくりです。ラッキー。他にもあると言ってたがラッキーだったな。こんなところで拾えるなんて。ラッキー。これで1回分亡霊に襲われても大丈夫なわけだな。他にも何かあるかもしれません。そうね。い。ゆうやさん？なんでもない。あ、さっき戦った時なんかされたの。足を引きずっているな。痛めたのかいつだ。まさか私をかばって化け物に押し倒された時にも、私をかばってっていうか幼いさんを助けた時だから幼いさんの責任でもあるよな。大丈夫だ。今のは不意に体重をかけすぎただけ歩ける。無理は良くない。少し休もう。ここなら安全そうだし。安全と言えるかな。そうしましょうね。悪い。気にしないでください。元はといえば私のせいです。それを言うなら一番の責任は私にある。ほら、肩を貸すから壁まで歩けるか。あ、みんなちゃんと手を取り合ってるわ。悪いな。少し休めばマシになると思うから。はい。ここにともちゃんいそうにないですね。ずっと同じ場所に留まってはないだろ。あいつが見たっていうのもいつのことかわかんないしな。もう少しで会えると思ったのに。夜月たちの姿も痕跡も全く見えないな。心配いらないさ。君の友達もあの二人も、特にあの二人は私なんかよりよっぽど冷静でしっかりしている。
確かに夜月ちゃんはすごいです。私ってば他の人のこととなるとつい後先考えず行動してしまって、同い年なのに恥ずかしいです。同じ年なの。君の勇気のおかげで私は助かったんだ。もっと自分に自信を持ちなさい。ありがとうございます。でも私ももっと冷静に判断できるようになりたいです。でも冷静に判断してたらさ、幼いのこと絶対見捨ててたよ。そうだ、暇つぶしに心理テストでもしませんか、この状況で。心理テストか、昔よく娘にも出されたな。なら知ってますか、トロッコ問題。うわ、トロッコ問題この状況でやる。それは心理テストとは少し違うだろ。人との倫理観の違いを見る分には面白い問題だけど。私は知らないな、どんな問題なんだ。ブレーキの壊れたトロッコの先に5人の人がいます。自分はそのトロッコのレールを変えられるレバーの前に立っていて、レバーを引けば5人は助かります。でもレールを切り替えるとその先には1人の人がいて、その人を引き殺してしまいます。あなたはレバーを引きますか、という問題です。なんでこの状況でさ、こんな残酷な心理テストやんの。なるほど、ドロックは最初の5人の方に向かってるというのが肝心なのか。はい、お二人だったらどうします。私は何もできないかもしれない。犠牲が多いことは分かっているが、人一人を殺す決断を自分の手ですることはできないかもしれない。なるほどね、流れるまま流すってことね。ゆうやさんは、それ答えなきゃダメか。俺の答えはどっちでもないんだが。え、どうすんの。レールを途中で切断するとか、トロッコを壊すとか、そういう回答はダメですよ。ああ、分かった分かった。じゃあ俺はレバーを引く方を選ぶかな。自分の手でレールを切り替えて人一人を殺す選択ですよ。何もせず5人を殺すっていうのも自分の選択には変わりないだろ。そうですか、お二人ともすごいですね。この問題、中学生の時学校の先生をしているお父さんに出された問題なんです。そうなの。その日から今までずっと考えてるんですけど答えが出ないんです。ずっとってそんなに考え込む必要ないだろ。学校の話なんだし、どっちを選んでも正解なんてない。いや、まさにそのことが起こるんじゃない。ゆうやと、だから幼いと、誰だっけ、あとよずきちゃんと、もう一人あの子供は名前忘れちゃった。と私かな。いや、私はないかもしれないけど、この4人と、だから友達の女の子、ポニーテールの女の子1人、さあどっちを救いますかみたいなのが来るってことなのかな。それはそうなんですけど、どうしてもこっちを選ぼうって思えなくて、今でもずっと考え続けてます。いや、もう考え出したらキリないよ、こんなの。ある意味それがお父さんの意図かもしれないよ。考え続けて、倫理観を培ってほしいっていう。そうですかね。でも夜月ちゃんならきっとすぐに答えを導き出せるんだろうなって思って。いや、偏見じゃない。他人と比べる必要なんてないだろ。悩み続けるのはお前が優しいからだ。お前にはお前の、夜月には夜月の良さがある。私もそう思う。君は優しい子だよ。なんか照れくさいですね。他の話しましょう。他の話。それじゃあさっき拾ったお守りの話でもしようか。そうですね、この守りは、え、自分で持つ、ゆうやが持つ、幼いが持つ、一人一人が死ぬ可能性出てくるってこと。自分で持っていい？私が持っていてもいいですか？それがいい。お前は無鉄砲だから持っていた方が安心だ。そうだね、女の子が持っているのが一番だ。いや、でも別行動になるんだ。じゃあよし、じゃあ次は時間つぶしにうちの娘の話を聞いてくれるか。しょうがねえな、聞きたいです。まあ暇ですしね。ゆうやくん、君だっていつか父親になるんだから心して聞きなさい。いい勉強になるはずだから、お前に言われたくねえわ。はいはい、じゃあ下の道に進みましょうか。オッケー。データ7大事だな、残しとこう。誰にお守りを渡すか。ああ、ほんとだ。あ、ちょっと待って、こっちはもう調べてます。なるほどね、確かに一番最初聞いた道だったな。シフトを押す癖があんだよな俺。なんだこれ、大丈夫？うわぁ、あ、え、え、いやいやいや、はぁ、どうしたらよかったの、じゃあ。え、なんか調べられるわけでもないもんな。え、じゃあどうする？戻る？下の道を調べよう。調べよう？何を？え、無理なんだ。あ、橋を歩けとかそういうことかな。何すりゃいいの？何すればいいのか教えて。さて、意味がわかんねえぞ。え、ここら辺とか調べられるわけじゃないよな。
ひたすらまっすぐ行くのか、一回ここでさらにセーブを入れて、あ、ゆっくり歩くのか。あ、コントロールを押していけばいけました。合ってたのかわかんないけど。まあデータ10でいっか、9でいっか。この遺体。知り合い？首が切り裂かれていますね。5体満足なだけまだマシですが。ちょっと何してるんですか？遺体の服の中に手を突っ込んだりして、お前もやってたんじゃないの？お財布はありますが残念。中身は空っぽですね。盗賊。何してるんですか？こんな時に。ああ、そんだけ？なんだ今のは。あ、レバーが。あ、夜月ちゃん、てるくん。朝日さん、ゆうやさんも。よかった、二人とも無事だったんだ。そうだ、大変なの、幼いさんが。何何？大声出すのやめてください。今は芝を下ろしますので。幼いに何があった？何があったんですか？化け物に襲われて幼いさんが捕まって連れて行かれた。この先に倉庫のような蔵のような場所があって、そこから出てすぐ襲われて。でも二人と合流できてよかった。みんなで幼いさんを助けに行きましょう。助けにって、化け物に捕まったんだろ。もうとっくに殺されてる。いえ、幼いさんはきっと生きています。希望を捨てちゃいけません。私もできれば助けたいですが、でも無理です。薄い希望にかけて一人のために全員の命を危険にさらせません。まあね。何より一番危険にさらされるのはゆうやさんなんですよ。足、負傷されてるんでしょ？引きずっていたのでわかります。気づかれてた。少しひねっただけだ。そうですね。無理を言ってすみません。それなら私一人で行きます。ガチか。バカ、一人で行くな。テル君、朝日さんを止めてください。私はゆうやさんについています。なんで俺が。テル君ではゆうやさんに肩を貸してあげられないでしょ。なんだよ、クソ。チビ扱いしやがって、わかったよ。さあ、朝日さんはテル君に任せてここで休んで待ちましょう。悪いな。さっき少し休んだが、痛みがひどくなって。大丈夫ですよ。無理をして歩き続けたので悪化したんでしょ。この短時間で随分と手なずけたもんだな、あの野良猫。そちらは手を焼いてるみたいですね。こっちは野良猫なんて可愛いもんじゃない暴れ馬だ。それ朝日さんが聞いたら怒りますよ。もし化け物が襲ってきたら、お前一人で逃げろ。え、いいんですか？わかりました。お前ならそう言うと思ってたけど、そこまで振り切られるとすがすがしいな。そういえば朝日がお前のこと褒めてたぞ。いつも冷静で羨ましいって。それは嬉しいですね。でも私はただ自分を守りたいだけなんです。いや、大事なことだと思うよ。誰も自分を守ってくれません。みんな自分のことだけで手一杯です。だから私は自分を最優先にする。そんな自分を肯定していようと決めたんです。昔に何かあったのか、言いたくなければ言わなくてもいいが。あ、そうですね。こんな言い方したらそう思うのが自然ですよね。私、小さい頃誘拐されたんです。え？しかも運の悪いことに。その誘拐犯はとても猟奇的で、同じように捕まえてきた人間 4,5 人を蔵に閉じ込めて殺し合いをさせたんです。それって確か数年前の。ご存知でしたか？当時ニュースで騒がれていましたもんね。でもあれからもう8年になるんですよ。早いものですよね。犯人はこの中で生き残った一人だけを見逃すと言って、監禁した私たちに殺し合いをさせました。怖いな、犯人。でもそんな言葉を信じて誰も人を殺さないだろう。そうですね。最初はみんな協力してその蔵を抜け出そうとしていました。しかしその状況を変えたのは食事と水でした。蔵の隅にある配管から1日1回だけ1人分の食料と水が落ちてくるんです。最初はみんな均等にそれを分けて摂取していました。蔵から抜け出す方法が見つからず、そんな日々が何日も何日も続いた頃、ついに事件が起きました。なんだかわかりますか？その中の一人が食事と水を独り占めした。その通りです。それに激怒した他の大人が殴り合いの喧嘩になりました。みんな空腹で苛立ちが最高潮だったのでしょう。近くにあった鉄パイプで人を殴り殺してしまいました。そこからはもう殺し合いでした。私は怖くて怖くて、ただ震えていることしかできませんでした。でも子供のお前を殺そうとする奴なんていないだろ。いいえ、俺が守ってあげると言って近づき殺そうとしてきた人もいました。よく生き残れたな。本当にね、どうやって生き残ったんだろう。食料が落ちてくる配管をよじ登って体育館でいうギャラリーのような場所に逃げ込みました。いや、怖えな、それは。そうしてただ耳を塞ぎ、
隠れているうちに残りは私と一人の男性だけになりました。男性は配管を登って私を殺そうとしてきましたが、配管は大人の重みに耐えられなかったようで、途中で壊れてしまい私のところへ来る術はなくなりました。男は降りておいで何もしないから一緒にここを出ようと甘い言葉を囁いてきましたが、私の本能が返り血に染まった彼を拒絶していました。痺れを切らした彼が大声で怒鳴り始めて数時間が経った頃、蔵の扉が開き誰かが入ってきました。おめでとう、君は生き残ったと言って。それはお前たちを監禁した犯人が生き残りが一人になったと勘違いして入ってきたってことか。はい、蔵には監視カメラがあったので、どこかで様子を見ていたんでしょう。私はギャラリーの木箱の後ろに隠れていたので、犯人からは見えなかったんだと思います。それで生き残った男は助かったのか。いいえ、犯人に殺されました。むごいな、最後の一人になれば生き残れる、そんな希望を打ち砕かれて。はい、犯人は最初から誰も生きて帰す気なんてなかったのでしょ。何が目的だったの、そいつは。お前はどうやって助かったんだ。恐怖でしばらくうずくまっていましたが、勇気を出してギャラリーを降り、家に帰りました。私から事情を聞いた両親が警察に通報し、私たちを監禁した犯人はあっさり捕まりました。ニュースで言っていた生き残った子供っていうのがお前だったのか、辛い思いをしたな。でも学んだことがあります。自分を守れるのは自分だけっていうこと、まあ確かにね、そんな経験しちゃったらな、あと希望を持たないっていうのも、よくわかるな、それは。希望を持たないことが希望っていうのもそこから来てるのか。ああ、それを覚えててくれたんですね。そうですね、絶望的な現実から自分を守るためにそうしてるんだと思います。そうだ、ゆうやさん、私も聞きたいことがあるんですが。なんだろう。ゆうやもなんかあるのか、みんななんかあんのか。朝日さん待ってください。てるくんは危ないから来ちゃダメ。え、くそ足早。え、どうすんの。あ、動かせる。セーブしとくか。戻れば朝日を。まあ、結局ここはゆっくり通るしかねえもんな。朝日を、オッケー。よし、行くか。何してんだよ、朝日は。待ってください。うわ、どうした、大丈夫。捕まえた。うわー、お前演技派、ひどい。わざと転んだんだね。あんたが全然人の話を聞かないからです。腕を離して。ダメです、あんたの気持ちもわかりますが落ち着いてください。だって早くしないと幼いさんが。朝日さん、本当に幼いさんを助ける気がありますか。あるに決まってる。なら無策で突っ込むのはやめてください。本当に幼いさんを助けたいなら。でもあんたがここで死んだら友達はどうするんですか。友達を見つけて一緒に帰るんです。帰るんでしょ、まともだな、テル。分かったよ、ごめん、ちょっと取り乱した。分かってくれたならいいです。でもそこまで他人のために行動できるのはすごいと思います。違うの、幼いさんとともちゃんを重ねて考えちゃったっていうか、ともちゃんも同じ目に遭っていたと思うと怖くて。まあね、それでもすごいと思います。俺が最初にここに来た時、俺は仲間が殺されそうになっているのに一歩も動けなかった。テル君、戻りましょう。ヨズキさんたちが待っています。そうだね、あ、そうだ、ヨズキちゃんとテル君にもあのこと伝えなきゃ。あのこと、私たちね、赤い服の霊に会ったの。え、でもね、違った。この空間を作り出していたのは彼女じゃない。彼女を殺そうとして一緒に沖宮町の横断歩道で死んだ犯人が作り出してるものだったの。ああ、でもさ、その赤い服の女の子とさ、夜月ちゃんの生い立ちが結構被ってるよね。誘拐されて、なんか監禁されてた、見たこと言ってたもんね。監禁されてたところから抜け出して横断歩道で引かれて、犯人もろとも3人とも殺されたみたいな。ヨズキちゃんはなんか関わってくるってことかい。それは本当ですか。自分が殺されないためにその霊がついた嘘なんじゃ。嘘をついているようには見えなかった。そしてもし彼女が危険な霊なら、私たちは遭遇したあの時に殺されていたはず。テル君も彼女が直接誰かを殺しているところを見たわけじゃないんでしょ。それはそうですが、なら私は彼女を信じたい。わかりました、とにかく一旦戻りましょう。ヨズキさんの意見も聞きたい。ふふ。な、何ですか。いや、テル君はヨズキちゃんを信頼してるんだなと思って。な、別にそういうわけじゃ。否定しなくてもいいのに、他人を信じて頼れるって素敵なことだと思うけどな。本当に違いますから、そんなことで早く戻りましょう。そうだね。あ、テル君、ヘッドホン落としたままだよ。
ありがとうございます。それ長い間大事に使ってるんだね。細かい傷がある。父さんのお下がりですが、最近は Bluetooth やワイヤレスヘッドホンがだいぶ普及してきたのは知ってますが、買うお金がないので本当に大事にしてるんじゃない？最近？何ですか？うん、なんでもない。あ、やっぱそうなの。みんな時系列ちょっとずつ違うのか。そっか、急いで戻ろう。そして幼いさんを助ける方法をみんなで考えよう。そういうことね。じゃあみんな違う時代を生きているのか。あ、でも8年前とかの話は割と話合ってたもんな。あ、8年前の話を聞いてんのかな。あ、いない。あれ、いませんね、夜月さんたち。だから、ゆうやに、あ、8年前でしたっけみたいな話なのか。まさか化け物に捕まったんじゃ。とにかく探しましょう。そうね。まあ行くか。あー、上にセーブしちゃった。まあいっか、なんか大事なセーブだったか。いや、渡った頃ぐらいだよね。大丈夫大丈夫。え、ゆうやは？夜月さん、ゆうやは？よかった、無事で。いなくなっちゃったからびっくりして、幼いさんを救う方法を一緒に考えたくて。あれ、ゆうやさんは？え、夜月ちゃん、ゆうやさんはここにはいません。え、二人ともよく聞いてください。彼は、え、朝日てる。ゆうやさん。彼は人殺しです。え、そうなの？え、何言ってんの？ゆうやさんが人殺し？わざわざ戻ってくるなんて何を企んでるんですか？何も企んでない。ただ、ミスミス朝日とテルを殺させるわけにはいかない。二人を殺す？一体誰が？お前だよ、ヨズキ。いや、亡霊。あ、亡霊だった。やっぱ取り憑かれてたのか、最初のやつで。え？亡霊？ヨズキ、ヨズキさんが？そいつはヨズキじゃない。いや、正確にはヨズキだが。どういうことですか？ヨズキはとっくに死んでたんだ。俺たちと会う前に。アリサさんが死んだ後追いかけられた化け物に殺されて乗り移られている。そんなの嘘です。だってヨズキちゃんはヨズキちゃんで話もしてくれて。そうです、彼は嘘をついています。テル君、アサヒさん、彼を信じないでください。俺のことは信じなくていい。でも頼む、そいつから離れろ。あ、ユウヤを信じた。ヨズキさんに聞きたいことがあります。何でもどうぞ。あなたはどうしてこんな時まで冷静なんですか？芸のない質問ですね。何回聞いても答えは同じですよ。でも強いて言うなら、幼い頃に誘拐されてとても怖い目にあったんです。それから私はずっと私です。テル、そいつから離れろ。わかりました。え、嘘つきはあなたです、ゆうやさん。え、どういうこと？テル、俺は長い間ここにいる。当然亡霊に乗り移られた人間も見たことがある。亡霊は人間を操ることはできるけど、その記憶までは引き出すことはできない。記憶って、さっきの話を信じるのか。あんなのいくらでも嘘がつける。ならあなたの嘘を暴きます。ゆうやさんの嘘、ゆうやが本当に犯人なの。最初に怪しいと思ったのはあなたの服装と性格です。アリサさんは会社の帰りに社員で飲みに行ったと言ってました。アリサさんはスーツだったのに対して、あなたは私服。確かに働いたことのない私には分かりませんが、普通会社はスーツか私服、どちらかで統一するものじゃないんですか？確かに。お前には分からないだろうけど、服装自由の会社もあるんだ。では、11月の半ばになって半袖なのはなぜですか？飲んだ後暑くなって脱いだんだ。そうですか。アリサさんはユウヤさんのことを少し頼りないと言ってましたが、あなたはとてもそうは見えない。確かにこれはちょっと気になってた。これは私の推測ですが、あなたがここに来たのは最近じゃない、もっと前の夏だったんじゃないですか。でも、ゆうやさんは女性の遺体を見てアリサさんって名前を叫んでいました。知り合いだった証拠です、確かに。それは多分本物のゆうやさんから聞いていたのでしょう。私が本物のゆうやさんの外見的特徴まで知らないことを確認し、ゆうやさんになりすました。なるほど。信じて、ああ、なるほどね。わあ、そうなのか。あー、だからここでゆうやって名前聞いたからなのか。あー、そういうことか。確かにスイッチ入ってんなって思うわ。今思えば、俺が本物のゆうやからアリサさんのことを聞いた。それはお前の想像だろ。ここに来る途中の道にあった首を切られた遺体、あれが多分本物のゆうやさんです。あー、だからスーツの
財布がないですねってのはそういうことか、免許証とか身分を証明できるものがあればみたいな話なのか。夜月ちゃんの行動が全部ピンとくるようになってきちゃうな。確かにあのスーツの遺体が、確かに見てたな。そっか、わ、夜月すご、俺てっきり夜月ちゃんがさとか思ってたわ。やっぱりそうです、ゆうやさん、本物のゆうやさんから連れのアリサさんの情報を引き出して殺し、なりすましがバレないように財布の中身ごと身分証を盗んだ。そういうこと、なんでなんで。確かにあの遺体、外傷は切り傷だけだった。ここの亡霊にやられれば5体満足ではいられないはずなのに。なるほどね。待ってください、2人ともどうか落ち着いて、つつかれてるんですよ。ここまで一緒に来た仲間を疑うなんてダメです。まあね、朝日ちゃんはゆうやに助けられてるからな、2回も。朝日、あいつを信じるな。あいつの言ってることは全部ただの妄想だ。ならこれがわかりますか？それは財布？一体誰の？本当はこれを取り返しに戻ってきたんですよね。何のことだ？このお財布はさっきゆうやさんに肩を貸した際にポケットから拝借したものです。足を痛めたふりをしたのがあだになりましたね。財布の中には大量のカードとお金、そしてその中に田辺ゆうやの免許証がありました。でもこの免許証の写真はあなたじゃありませんよね。うわー、確かに違う顔だ。そんな。そしてこの田辺ゆうやさんの顔はさっき見た首を切り裂かれた遺体の男性の顔と一致しています。わあ、じゃあ子供もさ、首を切り裂かれてたとかあったけどさ、ああいうのも全部ゆうやが殺したのか。それは俺の財布じゃない。なら財布を見せてください。初めて会った時あなたは言ってましたよね、俺が持っているのはスマホと財布だけだって。確かに全部がつながってきてる。あなたの本名はこっちの免許証、あやと。これがあなたの本名ですね。ゆうやさん違いますよね。だってゆうやさんが私たちを騙す理由がないじゃないですか。俺たちを騙す理由があるとすれば、自分が長い間ここにいる存在だと知られたくなかったから。だから最近ここに迷い込んだばかりのアリサって人の連れのふりをした。ああ、なんか言ってたな、赤い服の女の子が。その犯人だったらここに迷い込んだふりをするよねとか。疑われたくなかったからですよね。5年前赤い服のレイを殺そうとした犯人だと。え、それってどういうことですか？あんたはまだ聞いてませんでしたね。この空間は5年前赤い服のレイじゃなく、その人を殺そうとして一緒に横断歩道で引かれて死んだ犯人が作り出した空間だったんです。その犯人は自分の死をその赤い服のレイのせいだと逆恨みし、同じように赤い服を身につけた人間をここに引き込んで殺している。その犯人はあんただとしたら、俺たちを騙していた辻褄も合う。そうなのかな。え、だったらさ、だって赤い服の女の子とさ遭遇した時に、赤い服の女の子がゆうやのこと知ってるかもしんないし、ゆうやも赤い服の女の子になんか恨みを持ってたなら、その場で問答無用で殺してんじゃねえかとかちょっと思っちゃうけど。逆恨み、そんな安っぽい言葉でこの気持ちを片付けるな。もう開き直ってんじゃん。ゆうやさん、一人ずつゆっくり時間をかけてそれぞれの希望をへし折って殺してやろうと思ったのに。ああ、そういう意味ね。本性を表しましたね。お前らのことだよ。特に夜月、お前はいいな。お前のその透かした顔が希望に満ちて絶望に変わる瞬間が楽しみだ。犯罪者だ。ゆうやってやつの最後も良かったな。アリサさん、アリサさんって泣き叫んでさ、本当はアリサも俺が殺したかったけど、でももっといいおもちゃを見つけたからな。あなたがこの空間を作った張本人、そういうことでいいんですね。俺以外に誰がいるんだよ、こんな楽しいことを思いつくの。ならあなたを殺します。俺を殺せばここから出れるかもしれないもんな。その希望にすがるのか。私は私を守るために必要なことをするだけです。気をつけてください。多分あいつ刃物を持っています。待って、いや、お前この状況で。朝日さん、危ないです。殺すなんてよくないよ。言う、あやとさんにもこんなことするのには何か事情があったはずだとしてもじゃない。もう何人もあいつ殺してんだよ。なんでここでお前はそいつの肩を持つの。事情があってもなくても問題ありません。私にとって大事なのは、彼を殺せば私たちは助かるのかどうかということです。何か他にきっとここを出る方法があるはずだよ。だから許してあげて。本当に何なのお前。そいつは人を殺してるんですよ、何人も。それでもやり直すチャンスを与えなきゃ何も変えられないよ。そうかな。お前本当か。許すことができるのが人間なんだから。裏で待ってる。え、どういうこと。クソ、逃げられた。ほ、何ホッとしてるんですか。
ごめんね。でもどうしても信じられなくて。あやとさんが犯人だなんて、人殺しだなんて。人間は身の危険が迫ればいくらでも豹変します。そんなものですよ。それより。蔵？どこのことでしょう。ここに来る途中に、それっぽい場所があったよ。罠かもしれませんね。どうします？幼いさんのことも気になるけど。蔵へ行きましょう。あやとさんがこの空間を壊す鍵を持っているはずです。それを見つけることが幼いさんを助けることにもつながるはずです。確かに、どこにいるかもわからない幼いさんを探して助け出すより、そっちの方が早そうです。でも無策で行くのは危険です。簡単にですが作戦を立てたいです。なるほど。作戦って言っても相手は刃物を持った殺人鬼ですよ。そうですね。彼に勝てるかは朝日さんにかかってると思います。なんで？私に？彼に勝てる可能性があるのは、彼より足の速い朝日さんだけで。そうなんだ。朝日さんが彼を攪乱し、その間に私とテル君が彼を倒しましょう。なるほど。倒すって目的は拘束です。アヤトさんは殺させません。殺すのが確実ですよ。まあね。ああ、とにかく俺とヨズキさんも手ぶらでは危険です。何か使えるものを二つ見つけて持っていきましょう。だから、あんのか。いろんなものが、酒瓶とかサッカーボールとか。アヤトさんが犯人だなんて信じたくないけど。マジか。まあ、データ13とかにしとくか。何を持っていくか。サッカーボール持っていく？持っていかない。まあでも、ユートじゃなくて、テルがサッカー、防犯ブザー持ってって意味ある。ライン引き。あー、炭酸カリウム。あー、なるほどね。かく乱できそう、これは。炭酸カリウムいいな。瓶だ。まあ、瓶で殴るってのは、この空間の中で。じゃ、サッカーボールと炭酸カリウムでいくか。炭酸カリウムと瓶。あ、でも炭酸カリウムだけ持ってってもダメなのか。瓶と炭酸カリウムでいくか。そうしたら、その瓶投げてかく乱してる間に、いやでもサッカーボール持ってって名探偵コナンみたいなことしたいよね。ランドセルが落ちてる、子供が置いて逃げたのか、防犯ブザー持って、あ、でも防犯ブザーで気を引かせてる間にサッカーボールでとかもあんのか。いや、炭酸カリウム持ってっていい。白い粉でボワってやって、うわ、見えねえ。うわ、サッカーボール飛んできた。うわ、で、勝とう。うわ、サッカーボール作戦でいく。ぶわ、うわ、サッカーボール。ここ左に曲がった先に蔵があるよ。わかりました。ありがとうございます。行こうか。ここでこいつに捕まるわけにもいかない。あ、待って、アイテム。ライン引きの粉。炭酸カリウムの粉。サッカーボールはそのまま。オッケー、行くか。ここですね。うん。アヤトさんが中で罠を張ってるかもしれない。気をつけていきましょう。他に可能性がない限りアヤトさんを殺すしかない。覚悟しておいてください。アヤトさんは死なせない。私が何とかしてみせる。本当？どうしてそんなにこだわるんですか？アヤトさんはもう死んでるんですよ。それは。何なの？俺はそういう人のために働く仕事は向いてないのかもな。そんなことありません。いや、いいんだ。悪いな。気を使わせるようなこと言って忘れてくれ。ああ、なんか、この勘、あ、そっか、まあ、確かにな。まあ、ゆうやは、幼いさんも私もかばってるから、まあ、二回救ってるもんな、人。いや、とはいえだな。あの時、あやとさんが寂しそうに笑ったあやとさんが本当の彼だと思うからそうかな。だから私は彼を止めたい。全員覚悟は決まったようですね。じゃあ、開けますよ。ドライ。加藤。どうかつ、ずいぶん早かったな。ここは？いつも冷静なお前のそんな顔が見られるとはな。ここはそんなに懐かしいか。あ、やっぱそうなの。犯人こいつなのか。わ、ちょっとなんかさ、布みたいなのでさ、ちょっと覆われてるのが、朝日ちゃんの友達なんじゃねえかって思っちゃうな。この場所どういうことです？お前の予想通りだよ。ここは親父が、お前を監禁した場所、そこを模して作られてる。え、監禁？何の話？俺の親父は複数の人間を自分の家の蔵に閉じ込めて食料を制限し、その中で殺し合いをさせていた。それを、あの部屋の隅にある監視カメラで見て楽しんでいた。人が殺し合う様を、中の連中が最後の一人になるまで。監視カメラの映像は親父の部屋で見ることができたから、親父はずっと部屋にこもっていた。クレイジーすぎんか。父さん、これ学校からのお便り。参観日があるんだって聞いてくれる？どうしたらお父さんの気を引けるのかな。母さんが死んでから父さん、俺と全然話してくれない。ずっと部屋にこもって画面ばっかり見てる。その見てる映像が怖すぎんか。
父さん見て見てカブトムシ捕まえたんだ。友達がすごく羨ましがってさ、こんなにでっかいのなかなかいないって。ダメだ、何かもっと違うものでないと。父さん見て猫捕まえたんだ、こいつすごい凶暴でさ。猫か、俺が一番最初に殺したのも確か猫だったらなんだこの話子は。父さんが話してくれた、もっともっとすごいことをすればきっともっと話してくれる。マジ？父さん見て猫、暴れて大変だったけど俺も殺せたよ。そんなくだらもんいちいち持ってくるな。俺じゃダメだ、もっとすごいもの、もっと。マジ？ねえ父さん見てよ、俺人殺したよ。お前、そいつはちゃんと失踪しても足のつかないやつを選んだんだろうな、怖。あと始末はどうするつもりだ、凶器は何を使った？ああすごい、父さんがこんなにたくさん話してくれたのは初めてだ、本当か。なんだこいつら。わかんねえわこの感覚。俺は親父の反応をもっともっと引き出したくて、監禁して殺し合わせた複数の人間の生き残り、その最後の一人、そいつを殺す楽しみを奪うことにした。親父が食事を買いに出かけた隙に監視カメラを盗み見て、殺し合いに決着がついて残り一人になった時を見計らい、蔵に入ってそいつを殺した。その時本当はお前も生き残っていたんだろう、あそこのギャラリーに隠れて。あそこは監視カメラからも下からも死角だからな。そうですね、私もあの時生き残った男性を殺した犯人があなただとは思いませんでした。そして帰ってきた父さんの楽しみを失って絶望した顔を見た時、心が満たされた。結局隠れて生き残ったお前のせいで親父は捕まったが、俺は生きる意義を得た。それは人の希望を積むこと。こいつクレイジーすぎる。生きる意義、そのためにいろんな人を、彼女のことも殺したの。あいつは殺し損ねたけどな、あいつのせいで俺までトラックに轢かれて死ぬなんてダセー死に方。それがなければ俺はもっともっと人の絶望する顔を見られたのに。だから殺し損ねたあいつと同じような奴をこの世界に引きずり込んで希望を積んでやるんだ。あやとさん、もうこんなことはやめてください。お前には関係ないだろ。関係あります。あやとさんは初めて会った時私を助けてくれました。その後も私を救ってくれました。本当のあやとさんは優しい人です。いや違うんじゃない。一回救ったことによってこの人たちと私は外の世界に行くんだっていう希望を抱かせたかったとかなんじゃないの。俺は優しくなんかない。お前を助けたのだって俺のためだ。それでも私は確かに救われました。あやとさんも本当は人を傷つけるんじゃなく人を助けたいんじゃないんですか。お父さんに振り向いてもらえなくて一人ぼっちで辛かったですよね。そんな中で見つけられた生きがいにすがりたくなる気持ちもわかります。でももうこれ以上人を傷つけるのはやめてください。一緒に今ここにいる人たちを救いましょう。お前は本当にいつもそうなんだな。出会った時から少しもぶれない。そんなお前に俺は救われているのかもしれない。わ、絶望を見せるんだやっぱり。やっぱな、わかりやすいんだよお前は。絶望させる方法が、やっぱな、えぐ。ともちゃん、お前のその顔が見たくてこいつはずっと閉じ込めてたんだ。今さっき殺したばかりだから、いい死に顔してるだろ。お前を助け続けたのだってこの時のためだよ。嘘だよね、だってともちゃん一緒に帰ろうって。想像以上にいい顔するな、最高だ。あ、じゃあもうともちゃんは助けられないんだ絶対。ここに最初に来た時に鍵を取らずにとかだったら助けられたのかな。こんなひどすぎる、どうしてこんなこと。悲劇のヒロインブルナーやめろ。友達が死んだのはお前のせいだろ。え、それ以上喋る必要はありません。今すぐその口を閉じてください。さっき夜月が俺を殺そうとした時、お前が俺をかばわなければ、あの時俺を殺していれば友達は死なずに済んだ。あ、なるほど、確かに今さっき殺したって言ってたんだもんな。そんな、だって私はただアヤトさんを救いたくて。その自己満足を満たすためだけの行動でこいつは死んだんだ。綺麗事を言うのは気持ちかったが、自分はいい子ちゃんでいて、問題は俺やヨズキに丸投げでよかったんだもんな。やめて、あんな奴の言うこと聞くな。俺が本当は人を助けたいだってよくそんな知った風な口聞けたな。お前が出したあのくだらない問題、トロッコ問題だっけ。俺はどっちも選ばないって言ったよな。
お前は俺のその回答をいい風に解釈してたけど、どちらか一方を選んだりしない。俺が選ぶのは皆殺しだ。もうやめて。落ち着け。朝日さん、私がともちゃんは違う。私のせいじゃ違う。朝日さん、あなたの選択がこの結末を招いたのは事実です。でも本質を履き違えないでください。悪いのは彼女を殺したあやとさんです。確かに人を殺した人が一番悪いに決まってる。ならどうする。俺を殺すか。そうすればこの世界から出られるかもな。朝日さん立ってください。私は、いやマジか。朝日さん、いやバッドエンドすぎんか。朝日さん、地面に伏した朝日の首から大量の血が流れ、彼女はもがき苦しむ。地面を鮮血に染めていき、やがて朝日はピクリとも動かなくなる。テール君、彼を殺しますよ。テール君、無理ですよ。え？アヤトさんより足の速い朝日さんが彼の気を引き、その間に俺とヨズキさんが彼を拘束する作戦だった。でも、こうなってはもう俺たちだけじゃ勝てません。テール君、朝日さんも、その友達もみんな死んじゃって、どんなに頑張っても結局帰れないんだ俺たちは。結局俺たちも死ぬ。所詮は子供だな。え、サッカーボールでなんとかできねえのか。そっか、こうなるって分かってりゃサッカーボールを持ってこなかったのか、ヨズキちゃんで完結するものを持ってこなきゃいけないのか。ヨズキは覚悟を決め、持っていた炭酸カリウムの入ったハンカチ袋を取り出す。そしてそれを思いっきり地面に叩きつけた。煙幕。アヤトは警戒しその場でナイフを構える。煙に紛れて襲ってくる気か。テール君。テールは覚悟を決めてアヤトをめがけてサッカーボールを力いっぱい蹴った。想定通りに進んでる。まあ確かにね、サッカー部のさ、なんか普通のやつが蹴るサッカーボールの威力って大したことないと思うけども、サッカー部のやつが蹴ってたさ、サッカーボールのさ、威力ってもう狂気だもんね。気絶したみたいですね。うまくいった。さすがのコントロールですね。こっちはヒヤヒヤです。まあね、これ外したら終わりって思ったら、やば。え、ヨズキさん。主人公にでもなった気分だったんだろうが、子供の力じゃ人は倒せない。くそ、うわー、バッドエンドだ。冷たくなったヨズキとテルの遺体を見下ろし、アヤトは高らかに笑う。ははは、仲間の死に耐えられず人を避けるようになり、それでもなお懲りもせずにまた仲間を作ってしまう。アマちゃんなテル。最後の希望を託した仲間が死ぬ様を見て絶望したお前の顔は良かったよ。そしてヨズキ、希望を持たない人間はいない。抑え込んで考えないようにしてるだけだ。だから俺を倒せば帰れるなんて言葉を聞けば、お前でも少しは希望を持ってしまったんじゃないか。だからこそお前の死に顔はとても綺麗だよ。バッドエンドだ。うわ。さあ次はどんな奴らが来るか楽しみだ。どんな希望を抱いている、それを俺に教えてくれよ。それを全部俺が積んでやるよ。うわ、ここは楽しい俺のユートピアだ。負けた。完全に。なあ、知ってるか、横断歩道の噂。知ってるよ。赤いものを身につけて渡ると赤い女に連れ去られちゃうんでしょ。面白そう。今日帰りにみんなで試してみようぜ。わあ、お前たち。結末さんユートピア。ほー、どういうことだろう。結末さん。よし、じゃあ分かったわ。もう最初っから、白い粉と瓶だな、絶対。だって一番ハンカチだからあれだったけど、瓶だったらみたいなのあって、防犯ブザーが刺さる場合あんのかな。いや、まあいっか、これで行ってみよう。ここ左に曲がったらって言うけど、上行ったら、あー、普通にバカ。上行ったらなんか、あー、蔵に向かうか。幼いは結局助けられないのかな。蔵に行かず幼いを助けるみたいな方も取りてえけど、一旦ここでセーブしとくか。でも幼いを助けないのかな。幼いさんにお守りを持たすべきなんだ多分。ベストエンドはで5人生存できたりすんのかもしれない。行こう。あー、でも朝日さんは殺されちゃうんだ絶対。え、これ瓶も違うのかな。
夜月は覚悟を決めて持っていた炭酸カリウムの入ったハンカチ袋を取り、あ、瓶には入れてねえんだ。そしてそれを思いっきり地面に叩きつけた。でも相手ナイフ持ってるぞ。アヤトは警戒しその場でナイフを構える。煙に紛れて襲ってくる気か。あ、単純に煙に紛れて襲いに行くのか。テル君、人を守れとはそんな大層なことは言いません。ただ自分を守るために戦ってください。夜月の言葉で我に返ったテルは走り出す。え、なんとかなる。あ、なんとかなん、何すんの。ここからなら見える。アザイさんや他の死んでいった人たちの仇。当たれ。当たるか。いや、当たるんだが。え、じゃあサッカーボールはサッカーボール以外が正解だったりすんのか。怖っ、この空間。え、瓶は瓶、気絶したみたいです。うまくいきましたね。でも本当にあなたがおじけづいて泣きわめき出した時はもうどうしようかと思いました。大人じゃギャラリーに登れません。じゃあもうそれは分かってたんだ。この勝ち筋が見えてたんだ、夜月ちゃんには。な、泣きわめいてなんていません。さて、夜月は持っていた瓶を割り、鋭い狂気に変える。ああ、瓶を持ってこなきゃダメだ。気絶しているうちに済ませましょう。夜月は割れた瓶を使い、アヤトの右手首の赤いミサンガを断ち切った。それだったらもうアヤトが持ってたナイフでよくね。アヤトが消えた。アヤトさんが鍵に。さっき視界を奪われたアヤトさんは、とっさに右腕をかばっていました。ミサンガに何かあると思いましたが正解のようです。最後の鍵を手に入れた。テル君、とりあえず降りられますか。バカにしないでください。登ったんです。降りられますよ。ちゃんと降りてきた。あ、ありがとう。彼を止めてくれてありがとう。これ以上誰かが犠牲になるのを見なくて済む。あんたが朝日さんが言ってた、アヤトさんと一緒に死んだ例。そう、犯人の素顔も名前も今初めて知ることができた。あ、そっか。見てないとか言ってたっけ。あなたも被害者だったんですね。その赤いミサンガ、それがこの空間にとって彼にとって特別なものだったようです。その鍵を持ってその渦の先に進んで、そこにこの空間を壊す何かがある。この空間を壊すと私たちはどうなりますか。聖者は元の世界に戻れます。聖者はですか。わかりました。朝日さん。夜月は朝日の首に触れる。脈はない。恐怖に歪み、開いている目、瞳孔。自分を守る。他がどうなろうと。そんな自分を肯定して生きていこうと決めたの。いえ、決めた。そう決めたんです。だから。さよなら、朝日さん。どうか安らかに。朝日さん、助けられなくてすいません。夜月は見開いている朝日の目をそっと閉じた。いや、やっぱ優しいんだ、夜月ちゃんは。行きましょう。はい。どうか気をつけて。まだあんの、こっから。行こう。幼いは、まだ生きてたら助かるってこと、君の悪いところですね。手をつなぎましょうか。いりませんよ、そんなの。遠くに鍵穴のようなものが見えますね。目いいな。え、よく見えますね、あんな小さいの。テル君、夜更かししてゲームばっかりしてるんじゃないですか。目は大切にしないと。本当にそう思う、それは。ゲームは1日2時間までって決められてて、そうなんだ。で、そんなことどうでもいい。あと少しでここから出られます。進みましょう。そうね。一旦セーブ。行こう。で、もう出ていいのかな。振り返ったりしたら、先に進もう。OK。振り返ったりしたらどうのこうのとかないのか。じゃあもう、待ってよ、夜月ちゃん、テル君。誰だろ。え？今の声って。あ、朝日ちゃん、生きてたの。生きてないね。置いていくなんてひどいよ。朝日さん。生きてたの？ いえ、彼女は間違いなく死んでいました。だとしたら彼女は。私も一緒に連れて行って。亡霊？ああ！行かせないよ。夜月ちゃんだけずるいよね。え、お前そんなタイプのキャラじゃなかったじゃん。夜月さん。夜月は力を振り絞り、鍵をテルの足元に投げる。テル君、それを奥の鍵穴へ。いえ、待ってください。助けますから。二人で朝井さんを倒すより、テル君がこの世界を壊す方が早い。お願いします。いや、行くしかねえな。やっぱり夜月ちゃんはすごいね。いつも冷静に正しい判断ができて。正しい判断？そんなもの存在しません。現に私は。
あの時も、あの時も、あの時も、正しい判断ができていたら、きっと今頃アリサさんもアサヒさんも、アサヒさんの友達も生きてここにいたはずです。そうかな、ヨズキちゃんのせいじゃないって。違う、私が弱かったから。あなたはただずっと優しい人たちに囲まれて優しい世界で生きてきたんでしょう。ただそれだけで、それは決して悪いことじゃありません。じゃあ、今から強くなるよ、ヨズキちゃんを殺せるくらいに。残念です。私の言葉はあなたには届かないんですね、今も。今も。さっきも。ああ、そうだね。さっきも届いていれば、救えたのにな、友達は。うわ、きついな。まあ、終わってからは何とでも言えるけど、早くこの鍵を鍵穴に、ね。オッケー、もう行くしかない、行くしかない、行くしかない。いや、一旦セーブしといて、ここで戻ったらなんかあるかもしんない。行こう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 。あ、めっちゃ鍵穴だ、これか。テールは鍵穴に鍵をはめた。何も起こらない。え、嘘だろ。え、ヨズキさんは、空間がひび割れ、周りの景色が音を立てて崩れ落ちる。地面が消え去り、光の中、落ちていくような、浮いていくような、不思議な感覚がテルの体を包み込む。抗えない感覚に身を任せるように、テルの意識は途絶えた。今日ずっと甘噛みしてるわ。ん?戻ってこれたんだ。どうなった?あ、ヨズキちゃんが、めっちゃ近くにいる。あ、こいつら生きてんだ。テル君、よかった、生きてたんだ。ヨズキさん。よかった、無事だったんですね。で、ここは?あれなんかテル君こんな、大人びた顔してたっけ?いや、あの、倒れてる人たち、テル君だいぶ大人じゃない?もっとちっちゃいのかと思ってた。桜沖宮町の横断歩道。帰ってきたんだね、私たち。で、てるくんなの?確かにやっぱ大人になってるよね。何言ってるんですか?そういえば、あんたが縮んで見えるけど。いや、てるくんが大きくなってるんだよ。え、これ、ほんとだ。体がでかくなって服がパツパツ。あ、そっか。何年もずっと、あの空間にいたからか。長い間、もしかしたら3、4年あそこにいて、その間の時間が一気に来て急成長したのかも。え、夢じゃないよな。うん、夢じゃない。私たち帰って来られたんだよ。テル君、あの空間を壊してくれたんだね。なんか体はこんなだし複雑で変な感じもするけど。でも、よかった、やっと帰って来られた。周りに倒れてる人たちもきっとあの空間で生き残ってた人たちだね。きっとそうですね。空間が壊れて聖者は帰って来られた。幼いさんの姿がないね。わあ、そうなのか。おそらく亡霊に連れ去られてそのまま。あの時助けられていれば。せめて祈りましょう。そうだね。小沢さん、木崎さん、立田さん、源さん、佐原さん、朝日さん、幼いさん、みんなごめん。そしてありがとう。おかげで俺帰ってこれて、わあ、みんなのこと覚えてたんだ。そっか。本当にみんなのおかげだね。さよなら、有沙さん、綾人さん、ともちゃん。ここの人たち全員起こして帰ろっか。そうですね。じゃあ同じ年ぐらいなのかな。あ、なんだ。どうしたの?あんたは本当にヨズキさんですよね。あ、朝日さんに乗っ取られてるってこと?身長が違うと違って見える?いえ、そうですね。そうかもしれない。え、朝日に乗っ取られたの?それからヨズキとテルは周りの人たちを起こし、それぞれ無事に家に帰り着いた。ただいま帰って来られたよ。こうして無事に帰って来られて、また普通に生活できるのもあなたのおかげだよ。うわぁ。ヨズキちゃん。私嬉しいよ。ずっとヨズキちゃんみたいになりたいって思ってたから。そうなの?せっかくあなたを殺してこの体を手に入れたんだから、有意義に生きないとバッドエンドじゃん。これからはずっと一緒だよ。一緒に幸せに生きていこうね。怖っ。ね、ヨズキちゃん。うわぁ。そっかそっか。結末に朝日とヨズキ。オッケー。エンディング3つって書いてあったんで、あと1個。多分、幼いさんを救うエンドだと思うんすよね。なんでこの辺かな?データ6ぐらいから。あ、ここら辺だね、ちょうど。多分だけど。あ、いや、ここの、
ないわ、こん時に。まだ。ないね、布が。ここら辺は、あ、ちょっと待って。ゴミ箱だ、なぜか開かない。鉄パイプだ。パイプはどこかへ繋がってる。パイプ炉の下には受け皿があって食事の、なんて書いてあるんだろうね。残骸みたいなのが落ちてるのかな。このパイプを通して食料の受け渡しをしてたようだ。なるほど。オッケーオッケー。じゃあここで、幼いさんにお守りを持たせよう。じゃあ幼いが持つ。幼いさんが持っていてください。一番頼りなさそうなので。え、いいのか。いいんじゃないですか。まあどうせ一緒に行動してるから誰が持っていても同じですよ。よし。じゃあ次は時間つぶしに。ああ、オッケーオッケー。じゃあここで、あれだもんね。みんなと合流するときに、幼いさんが連れ去られてないってことだもんね。多分。それか、朝日さんとかが連れ去られることになっちゃうのかな。まあデータ30とかにし、30、29とかにしとくか。まあどうせあんま変わんないけど。ここはゆっくり歩けばいい。そうだよね。下のアイコンのテルがさ、ちょっとさ、大人びてたからさ、なんかもっと、ね、って思ってた。このまま。あ。ヨズキちゃん、テルくん。これで3人ともいんのか。ユウヤさんも。よかった、2人とも無事だったんだ。あれ、幼いさん連れ出されてんの？結局。化け物に襲われて幼いさんが捕まって連れて帰って、なんでなんで、ここで戻れたりしないよな。あれ、エンディング1取れねえんだけど、どうやって飛んだ。幼いさんに渡した意味ねえのか。あ、幼いいるわ奥に。じゃあ違うエンディングなのかこれ。あ、てるくんと幼いさんのおかげですって言ってる。え、幼いさん、幼いさん最後助けてくれたのか。ほら、あそこ。あの倒れてるの、幼いさん生きてたのか。霊を退けるお守りを持っていたので、助かったって言ってました。幼いさんが私を朝日さんから救ってくれたんです。変わってる。それに他の倒れてる人たちも。赤い服の霊の言う通り、聖者は助かったようですね。でもなんだ、何か変だ。視界が、夜月さんも縮んで、ああ、お前が大人になったって話か。え、俺がここを通ったのは確か2020年の10月で、あ、3年も経ってる。今は2023年の11月ですよ。さ、3年後、そんなに時間が経ってたのか、嫌だよね、こういうの。その間止まっていた成長が現実に戻ってきたおかげで一気に訪れたのかもしれませんね。よかったね、でも身長伸びて。なんか全然驚いてませんね。なんとなくテル君は3、4年前の人なんじゃないかって思ってました。2年前に変更された桜沖宮高校の制服を知りませんでした。確かに。あったね、そんなこと。そうですか。あなたには叶いませんね。たくさん人が死にましたね。私は自分を守ることだけをいつも考えて行動してきました。そんな私でも死者を弔うことは、悲しむことは許されるでしょうか。許されるよ。祈りましょう、一緒に。小沢さん、木崎さん、立田さん、源さん、佐原さん、そして朝日さん、みんなごめんなさい。そしてありがとう。おかげで俺帰ってこれたよ。有沙さん、綾人さん、朝日さん、赤い服の俺、その他にも、その他にもたくさん、どうか安らかに。二人は手を合わせて祈った。死者の冥福を。周りの人を起こしましょうか。車が来ると騒ぎになります。そうですね。これが一番いいエンディングっていうか、トゥルーエンドみたいな感じなのかな。本当に全て夢みたいだけど、帰って来られたんだね。はい、助けてくださって本当にありがとうございました。こちらこそだよ。君たちのおかげで私は無事で帰って来られたんだ。まあね、救えなかったものもたくさんありましたけどね。そうだな、朝日くんたちのことはとても残念だが、せっかく拾った命だ、大事にしていこう。そうですね。それじゃあ私は家族の元へ帰るよ。二人とも元気でね。幼いさんも。それじゃあ。え、飯とかおごってよ。タクシーとか乗せて返してよ、一人ずつ。私たちも帰れましょうか。お家まで送りますよ。だから俺は子供じゃないって。本当に子供じゃないもん。ごめんなさい。じゃあここでお別れです。夜月さんを家まで送ろうよ。その、やっぱり送ってください。送ってもらう方。はい。
あ、そうだテル君、聞きたいことがあったんですが。何ですか？アヤトさんが私は亡霊に操られてるって言った時、テル君はアヤトさんではなく私を信じてくれました。それはなぜですか？あ、それはあの時も言ったでしょ。亡霊はその体の記憶を持たない。昔の出来事を聞いた俺の問いに対してあなたは答えた。だから操られてないと思った。でも私が話した昔の記憶は本当に私の記憶なのか確かめる術はありませんよね。嘘をついている可能性もある。それは、あ、なんかあんの？ああ、そうですよ。本当の理由はもっと別です。あんたは冷静で冷徹に見えるけど人間臭いところも確かにあって、一緒に過ごした時間は短かったけど、その全部を偽物だと思いたくなかったんです。人間臭いか、初めて言われました。ハグが効きましたかね。まあ確かにあれは破壊力抜群だったもんね。絶対な、人が真面目に答えてやってるの。ごめんなさい、怒らないでくださいよ。さあ帰りましょう。大変なのはこれからですよ。え、今のあなたの体は中学生でも中身は小学生ですから勉強頑張ってくださいね。まあ勉強とかもそうだし、家帰ったとして親とかにどう説明するのかとかも大変だもんね。3年分の勉強プラス高校受験、最悪だ。応援してますよ。あ、本当だ。なんか服の丈が短くてちょっとセクシーになってるわ。なら今度教えてくださいよ勉強。私でよければもちろん。朝日が昇り、光に包まれる見慣れた街を二人肩を並べて歩く。この日を境に横断歩道で人が消えることはなくなった。横断歩道の噂も徐々に人々の記憶から消えていった。しかしたとえこの噂がなくなったとしても新たな噂は現れる。どこかの誰かのすぐそばで日常に潜んでる奇妙で恐ろしい噂、あなたの身に降りかかる日も近いかもしれません。なるほど、いいゲームだったな。なんだろう、でも朝日ちゃん目線でずっとやってたからさ、朝日ちゃんとかがなんか主人公は死なないみたいなやつあるじゃん。だから朝日ちゃんが、ああ、アヤトの過去なのか、お父さんとお母さんといたいなみたいな状態なのか、これは。いや、朝日さんは死なねえのかとか思っちゃったな。あとこの友達も助けるルートがあるのかなって思っちゃってたな。まあいいね、なんかこの白黒だけで描かれてるイラストみたいなのが味があって、よかったな、幼いさん戻れたんだ。いや、かっこいいな。いや、登場人物みんな味があってよかったっすね。ヨズキちゃんめっちゃいいしね。あ、ヨズキちゃんだ。やっぱ人の死みたいなのは私が助かることが最優先みたいな考え方だったけど、やっぱそれだけじゃないんだもんね、ヨズキちゃんは。あ、ここは飛ばしてこっち解いてみよう。近い。あ、めっちゃいいじゃん。結末一、よくある噂。そうか、この二人は幸せなエンディングってことなのか。わかんねえけど。いや、よかったな。わぁ、おまけとか見ていいのかな。わ、怖っ。よう。テル、小学6年生、3年もの間横断歩道の異空間をさまよっていた。そこで出会った人たちが次々と死んでいき絶望する。二度と同じ思いをしたくないと他者を遠ざけるようになった。大人びてるように見えるが素直になれない幼さがある。エンディング後は慣れない学生服に袖を通し、勉学とサッカーに励む。たまに夜月が勉強を教えに来るが、笑顔に反してかなりスパルタ授業のため内心ビクビクしてる。あ、そうなんだ。幼い56歳。最終思いの少し小心者の男性、半年ほど前に横断歩道の異空間に迷い込み、一人でさまよっていた。あ、そんだけなんだ、幼い。これなんだろう。あ、ただの看板か。こいつは、視界がなく音だけで追いかけてくる亡霊。怖っ。迷い込んだものを横断歩道などのトラップへ追い込む亡霊。殺傷能力はない。あ、こいつは殺傷能力はねえんだ。一方向しか見ることができない視界に入ってきたものを追いかける亡霊。そっか、足が速いことに、なんだろうね、あるもんね。桜沖宮町の横断歩道で5年前に綾人と共に事故死した霊。
アヤトに恨まれ、彼が作り出した異空間に成仏もできず囚われていた一番の被害者だな、圧倒的に。アヤト21歳、人殺しにしか興味のない父の気を引くため、殺人を犯してしまう。そのことをきっかけに人の希望を奪う快感に目覚める。何人もの人間を殺めてきたが、赤い服の女性を監禁した際に逃げられ、追いかける途中で女性と共に横断歩道で事故死する。その恨みともっと人を殺したい思いから異空間、すごいな。犯人、長い間いる存在だと悟られないように、夜月と同じタイミングで異空間に来たアリサの連れであるユウヤになりすましていた。なるほどね。朝日高校2年生、誰でも分け隔てなく接することができ、周囲からは優しい人間と称される。ああ、そっか。これは朝日さんと、まあ、朝日と夜月って、名前的にも対比になってるけど、朝日さんはもうほんと、周りから見たら優しい人とか、周りから見たら、だから客観的に見る優しい人と、夜月ちゃんはほんと関わって、人と人とがこうやって接してから、接して初めて優しいと思う人っているから、まあそういう対比でもあったりするのかな。周りには一見冷たく見えるかもしれないけど、心の奥底では本当は優しいみたいな感じだったりするのかな。両親に愛され、いい大人や友人に囲まれ、時に失敗することもあるが、誰かに支えられて立ち上がり、順風満帆に生きてきた。そっか、こういう今までの生い立ちとかも真逆みたいな感じなのかな。悟く、合理的で、でも、どこか影のあるような、そんな自分にはない夜月の要素に惹かれていた。陸上部なので足が速い。そういうことがあったんだ。夜月、高校2年生、冷静に状況を見て自分の身を守るための最善策を考えることができる。それゆえに他者からは冷たい印象を持たれがちで、夜月自身も自分に対してそう思っている。朝日のような人間に出会うたび、そんな自分を否定しそうになるのを抑えて生きている。幼少期に綾人の父に監禁され殺し合いをさせられた。経験から自分の身を自分で守るしかないことを悟る。希望を持つことは素晴らしいことであると同時に危険なことと知り、会話ではあえて楽観的な言葉を返さない。いやー、だいぶ好きだけどな、夜月ちゃんみたいな人は。よし、と、あ、なんだ、びっくりした。なんか夜月ちゃんがいたような気がした。というわけで横断注意。いや、とても素敵な、うわ、怖っ。お話でしたね。気になった方はぜひやってみてください。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。